今日の動画は今回でまとめて7回目になるテレビで実際に放送された放送事故たちを紹介していこうと思うぞ。一向に放送事故の画像がネタ切れしそうで全くしない現象は何なんだろうな。やっほほー、どうもコテゾウです。そしてチビゾウです。というわけで今回の動画はもう解説の必要もなくなるぐらい俺らの定番企画になっているテレビで実際に放送されてしまった番組やアニメの放送事故たちを紹介していこうと思うぞ。放送事故は完璧じゃない人間が放送している限り一生生まれ続けるから、それに伴って俺らのチャンネルも加速させてもらってるぞ。とは言っても放送事故の頭数が決まっているから、みんなの好きな放送事故とかがあればコメント欄で教えてくれよな。近々リクエストだけの放送事故回答もありかもしれないな。そんな感じで今日も張り切っていっぱい画像たちを紹介していくぜ。というわけで前置きは終わり。それでは本編行こう。というわけで本編に入っていこうと思うんだが、今日の動画もサクサク紹介していくぜ。まず最初の放送事故はこいつだ。サッカー観戦ブラザーズだ。これぞ文武両道って言ってる場合かよ。アナウンサーさんもちょっと気まずくて視線ずらしてるじゃねえか。会場で多分応援団として来てるのにがっつり読書は面白いよな。Z 世代だったらこれがスマホとかになるんだろうな。そういう問題じゃなくて、せっかく会場なら熱気の伝わる応援してくれって話だよな。ワンチャンハーフタイム説もあるからなんとも言えないぜ。今日もこんな感じで盛り上げていくぞ。そんじゃ次の放送事故だ。これから大量発生予想キッズだな。そんな主要層みたいな立ち位置のキッズ増殖してたまるかよ。帽子すらも取らずに水に打たれてるの面白すぎるだろ。正直人の目とか気にしなかったら大人もこうしたいぐらい熱い人かってあるよな。羨ましいぜ。これを羨ましく思えるコテゾウも素晴らしいだろ。そんじゃ次の放送事故だ。ただの衝撃映像だな。雪ってこんなに積もれるのか？積雪地域じゃない俺からしたらハプニングすぎるけどな。北海道とか日本海側は特に雪が積もるからこうなるんだろうな。積雪地域に住んでるリスナーさんがいたら現状を教えてくれよな。夏の訪れを感じている今日この頃だぞ。はい、じゃあ次の放送事故だぜ。これはサッカーに対する偏見だ。これは荒れるだろうな。でも言われてみればちょっと共感できてしまうのが悔しいぞ。球技が好きな人とスポーツをほぼ見ない人は対立してしまうだろうな。しかしこんな放送事故級の発言を放送するのはなかなかだぜ。はい、じゃあ次の放送事故に行こう。ガチャピンに対する質問だ。回答がほぼ政治家じゃねえか。こんな回答されたらちょっと怪しいのかって思ってしまうぞ。まあガチャピンは恐竜だからあると思うぞ。まさかのアンチガチャピン派かよ。ガチャピンはみんなのアイドルだからないと信じたいな。それじゃあ次の画像だ。残業時間に対する研究結果だ。ブラック企業を助長してるのは草だぜ。これは酷すぎるだろ。残業時間増えてハッピーなんかねえよ。けど右上に病気のリスクなども2倍になるって書いてるから人間って難しい生き物だよな。幸福度は多少上がったとしても知らず知らずでストレスを溜めてるってことなんだろうな。それじゃ次の放送事故の紹介だ。ハローワークで面談をする麻生さんだ。これじゃあもう取り調べだろ。頑張って仕事探しに来たのにこんなこと言われたら振り出しに戻ってしまうって。これもこれで麻生さんの優しさだろ。ここで社会の厳しさを教えて強くするんだよ。そういうのが嫌で働けなかったんだろうなこの子は。麻生さんもハローワーク職員としての技術を身につけてほしいもんだな。よし、次の放送事故だ。意味がわかると怖い画像だ。めちゃくちゃダメな回答してるじゃねえかよ。しかも高学歴っぽい人が言ってるから知ってるんじゃねえのか。俺らでも超ヤバい人って知ってるから大人はテレビの前でひりついただろうな。怖いから次の放送事故にサクッと移動だ。事故回避に自信のある高齢ドライバーのグラフだな。これは社会問題だな。こういうのを見たらちょっと危機感を覚えてしまうよな。できれば返納してほしいもんだぜ。はい、じゃあ次の画像だ。競走馬脱走プログラムだ。急にすぎて笑ってしまうだろ。他にやり方はなかったのか。これが実写版馬娘ってことだ。それにしては馬役の人羞恥心が隠しきれてないだろ。しかもこれを追いかける職員の人も。気持ちは察するぜ。ちょっと参加してみたい気持ちもあるんだけどな。それじゃあ次の放送事故だ。慈悲なき判決キッズだ。情状酌量もクソもなくて草だぜ。確かにひどすぎることだけどそれだけで死刑はやりすぎだろ。弁護士とか検事の言葉を全く耳に入れない独裁スタイルの裁判ってなかなか面白いよな。この裁判官に選ばれたら圧倒的加害者不利なのが裁判官ガチャみたいでいいぜ。それじゃあ次の放送事故だ。クレイジー生ネタだ。マジでぶっ飛びすぎて視聴者に悪影響だろこれ。
なんなんだニョキニョキペンギンって。ニョキニョキペンギンって俺らの向かいに住んでる。ここで俺らの海洋生物設定ぶち込んでくるなよ。てかコウメ太夫さんってだんだんイカれてきてるよな。俺らの知ってる時の方がまだまともだったもんな。それじゃあ次の放送事故だ。心の綺麗な人には見えない放送事故だ。ふ、俺は汚れてるから意地でも見ようとしてしまったぜ。けどこれは髪の毛で隠れてるんじゃねえか。本当に気づいてしまったようだな。それ以上話すなよ。なるほど。この隠れてる感じで楽しめというコテゾーの心遣いなのか。見えない方が英知だもんな。そろそろ YouTube くんが怖いから次の画像だ。タコとイチャイチャする企画だ。タコとイチャイチャする企画？俺らからしたら神企画じゃねえか。そんなの放送できるんだな。詳しく説明するとビキニ姿の女性が胸の上にタコを置いてその上ゲームするという至って普通の番組なんだよ。クルーレベル感すとしてるけど大丈夫か？理解しようとしても一生追いつけなかったぜ。人生とはそういうものだ。それじゃあここからはアニメの放送事故に突入だ。まず紹介するのは鈴宮春日のエンドレスエイトだぞ。エンドレスエイト、話の内容か？これはアニメ好きなら知らない人はいないぐらい有名な放送事故なんだが紹介させてもらうぜ。エンドレスエイトというのは鈴宮春日内のエピソードで夏休みの2週間を15,000回以上繰り返すというものだ。ああ、なんだ。原作がとち狂ってるだけかよ。15,000回もアニメで繰り返してたら視聴者も狂ってしまうもんな。それがそのまさかなんだよな。原作ファンはどう表現するかワクワクしていたんだが、ほぼ同じ内容を8週連続、2ヶ月間放送したんだぜ。毎回同じ内容とかきつすぎるだろ。でもそういう挑戦的な内容、嫌いじゃないぜ。しかも演出や作画監督は8話とも違うらしくて、アテレコも毎回行ってたらしいからわずかに違うところを、探しまくるコアなファンもついたそうだな。タイムリープものでそこまでするのはさすがとしか言いようがないぜ。よーし。ここからはバンバン放送事故画像を紹介していくぞ。まずは作画ミスでゾロが2人いるシーンだ。戦ってるゾロを見守るゾロとか新鮮すぎるだろ。どっちが本物のゾロなんだよ。右のゾロはストレートネックがひどいから偽物だろ。兵隊士の見極め方やめてくれ。そんじゃ次の放送事故だ。即刻矛盾ドラえもんだ。注意書きに逆らうドラえもん大好きだぞ。逆に距離が近すぎて全部見えてなさそうだし。ちょうど注意書きが出るタイミングってのも見計らったかのような放送事故、最高だぜ。それじゃあ次の放送事故だぞ。ヤドンパラダイスだ。風邪ひいた時に見る夢じゃねえか。全部がヤドンってのがなかなかパンチがあってきついな。ヤドンファンからしたら全く放送事故じゃないんだろうな。多分ポケモン側としてはこういうまったりとした雰囲気を出そうと頑張ったんだろ。なるほどな。でもこの1枚にヤドンがいたらちょっと場違い噛んでるからヤドンだけでは無理かもしれんな。おいヤドン過激派に読み聞き臭かけられるぞ。僕は中の人に言わされているだけですごめんなさい。それじゃあ次の放送事故なんだが。SNS で歌詞が意味わからないと言われていたやつだ。プリキュアなんだからそれぐらい許してやってくれよ。まあプリキュアってロリ人気より大きい男の子の方が熱烈ファンだったりするもんな。ロリっていうのもおじさんのことを濁すのもやめてやれよ。確かにおじさん人気がすごいのは聞いたことあるぞ。そんな大きいお友達のためにプリキュアの放送事故紹介だ。エビ剃りしてるだけなんだが、奇妙なシーンになってしまったプリキュアだ。たとえ朝に放送しててもこれはさすがにトラウマシーンだろ。なんか夢とかに出てきそうなぐらいインパクト強いな。これをキッズたちが楽しみに見てたとしたらちょっと苦手意識を持ってしまいそうだよな。そんじゃ次のプリキュア放送事故だ。いろいろと不安定なプリキュア作画だ。なんか全部歪んでる感じがするな。こんなキックだったら怪人とかも倒れないだろ。プリキュアさんを舐めるなよ。まさかのプリキュア陣営なのかよ。作画崩壊って紹介してきたじゃねえかよ。それじゃあ今日ラストの放送事故画像の紹介だ。逆作画崩壊だ。マジで誰だよこれ。絶対プリキュアにこんなやつ登場しねえだろ。というわけで今回はテレビで実際に放送されてしまった番組やアニメの放送事故たちを紹介してきたぞ。今日もなかなかにインパクトのある画像たちで最高に面白かったから満足だぜー。いつもリクエストや情報を書いてくれてありがとうな。いっぱい採用させてもらいたいからいっぱいコメント待ってるぜ。じゃこの動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。